さまざまな構文の今日は最後のポイント、同格についていきたいと思います。同格ですから、同じ格のものを揃える、並べる、そういった構文です。ブレイクスルーの559ページからですね。はい、まずこの同格というのはですね、授業でもよくやっている通り、A という一つの物事に対して、例えば抽象的だったりとか、内容として難しい。だから、それをどっかで言い換えてやってるわけですね。B という言葉で、具体的であったり、簡単にこう言い換えてやる。そのようなもの、これが同格です。つまり内容としては A と B は同じ内容なんだけど、言い方を変えてる、ね、そういったものは同格だよね。はい、そうすると、まずそれのパターンとしてどんなものがあるか見ていきましょう。はい、まず一つ目の英文です。 Ron, my brother is a hard worker. He worked his way through college. これで見ると、この彼は働いて、苦労して、大学を出たっつってるわけですけど、誰のことかって言ったらロンですね。じゃあロンって誰なの？ね、今回先にこのロンという具体的な人が来てますよね。それって一体何なのかって言い換えてやってます。このカンマで後ろにうちのお兄ちゃんなんですけど、とかっていうふうに言い換えてるわけですよね。はい。このようにまず一つ目、カンマで A イコール B ということができます。前に具体的なことが来ることもあるし、後ろに来ることもあるんですが、一般的には A、つまり B、すなわちとかでもいいですね。そんな意味になります。はい、では続けて次の英文。 Is there anyone by the name of White in your office? 誰かいますかって聞いてますが、何かどんな人かって言ったら The name、 名前の人。じゃあどんな名前かって言ったら White という人。ホワイトという人っていうふうに、今度はこの of を前後で名前イコールホワイトということができますよね。ですから、職場にホワイトさんという名前の人はいますかと聞いてるわけです。はい。ということで、オブをつけることで、やはり B という A というふうに、後ろに今度は具体的なものが来ています。はい。あるいは次です。There is little chance of Mr. Mori being re-elected. これはどういうことかっていうと、まず、リトルがマイナスですよね。否定ですから、ほとんどチャンス、見込みはないと言ってるわけです。見込みというこの抽象的な内容に対して、見込みってどんな見込みですかというと、この後ろです。オブです。はい。オブは前置詞だよね。前置詞の後ろは名詞ですよね。そうすると今日はこの being っていうところなんですが、そこに意味上の主語の Mr. Mori が来ているということ。つまり、再選されるですね、森さんという人が再選されるということ、これが実はこの見込みと同じ同格の関係です。つまり、前に抽象的なものを持ってきて、後ろに具体的ということですよね。森さんが再選されるという見込みはほとんどないというふうになるわけです。さあ、こんなふうに前に抽象的な名詞を持ってきてって言ったら、他にも表現でやったんじゃないでしょうか。それが、右側です。はい。次行きましょう。3番目。His resolution to study in France is firm. ファームは2つ覚えてますか？固い会社2つですね。そうすると今日は彼のレゾリューション、決意ですね。さあ、レゾリューション、決意と言われても抽象的ですよね。はい。じゃあ何かというと、この後ろ。to study in France。フランスで、学ぶという、ごめんなさい、丸かっこいいですね。フランスで学ぶという、決意。ある意味、名詞を就職をしているというか、この決意イコールフランスで学ぶということ、留学するということ、ね、全く同じ同格関係ですよね。はい。このように、前の不定詞が前の名詞を言い換えているわけですね。はい。ということで、不定詞も何々という、ということができます。はい。そして最後。このページでは最後のやつは I'm shocked at the news that he's going to retire soon、はい、これも前から訳すと、私は衝撃を受けましたと、ね、そのニュースに衝撃を受けました。
さあ、ニュースって言ってもまたいろいろ抽象的ですよね。そう、つまりこのニュースっていうのは一体何かというと、彼がもうじき、ね、退職をする、引退をするというニュースですよね。さあ、このざっと、接続詞のざっとですよね。これはすでにやりました。やった内容ですよね。はい。このように、4つ同格のパターンというのはありますが、まあ、もう少し足していってもいいですか。カンマ、オブ、トゥー不定詞、そしてざっと説。もう少し足すと、ここのさらに進んでです。ちょっと次のページに移りたいと思います。はい。今やった4つに加えて、今度はこれです。コロン、ダッシュ。これも同格表現があります。覚えてますか？長文を読むときに言いました。コロンとかダッシュっていうのは、ね、言い換えの働きがあるよと言いましたよね。言い換えということは、左と右同じ内容を言うんです。ね、ただ、具体化抽象化の問題、ね。例えば見てみて。He speaks three foreign languages. はい。3つと言ってる。でも3つって言ったら具体的じゃないよね。だから、コロンを挟んで、すなわち、英語、フランス、そして中国語だよ。というふうに、ね、このコロンで具体化することができます。ですから、まあ、これも A の方に抽象的なものが来て、B の方に具体的なものが来てますね。はい。そしてもう一つが、このダッシュです。Interest in ecology。まあ、このエコロジー、生態学における興味ですね。生態学への興味。で、生態学ってみんなパッとわかりますか？ちょっと難しいよね。ね。やはりここも抽象的な内容が来てるから、後ろで、The relationship between living things and the environment。生き物と環境との間の、まあ、関係のこと。これをエコロジーっていうんだって。はい。というふうに、このダッシュでやはり左の抽象的なことを B の具体的な言葉で言い換えてあげてる。はい。このようなこともできます。はい。さあ、今日はということで6個同格のパターンを見てきましたので、これをまたチェック206を使って、適切なですね、語句を入れて同格表現を作ってみてください。はい、Thank you for watching.